アウグスト・ケルクホフス、アウグスト・ケルクホフスは、オランダの言語学者、暗号研究者であり、ケルクホフスの原理で知られる。また、人工言語ボラピュクの普及運動に努めた人物でも、ある。ケルクホフスは、オランダのリンブルフ州、ヌトで生まれた。ベルギーのリエージュ大学で学び、フランスやオランダで、教師生活を経た後に、パリのヘック経営大学院でドイツ語の教授となった。 暗号技術の分野で彼を有名にしたものは1883年に軍事科学雑誌に発表した軍事用暗号に関する2つの論文で後にケルクホフスの原理として知られるようになったこの原理は暗号方式は秘密であることを必要としてはならず敵の手に落ちても不都合がないようにできることと要約されるケルクホフスは1885年から 人口言語ボラピュクに関心を持つようになった。その後、数年にわたり、ボラピュク学士院の初代会長となり、教科書や辞書を出版したり、フランスやスペインやスカンジナビアなどで公開講義を行うことによって、普及運動に努めた。しかし、実用性に重きを置くケルクホフスの考え方は、発明者のヨハン・マルティン・シュライアーの意向と衝突をもたらした。 1887年にパリで出版したクールコンプレデ・ボラプックは1888年に日本語に翻訳、世界語文献和訳として出版された。ありがとうございます。